皆さんこんにちは。本日はですね、2020年の、6月の18日ですね。今新型コロナウイルスの問題もね、一段落してきまして、久しぶりにね、Google さんのですね、YouTube の、アナリティクスですかね、統計見たらね、4月、5月、6月の統計上がってまして、かなり5月ね、動画伸びました。はい。ひたすら伸びたんですけど、今ね、6月なんてきて、だんだんこうね、ネタも切れてきたのもあるし、あと新型コロナウイルスの問題で、ステイホームっていうことで、家にいたんで、再生回数とか再生時間とかむちゃむちゃ伸びたんですね。特に5月が伸びたんですけどね。今一段落こうだんだんこう緩やかに下ってるっていう状態になってます。で、見てびっくりしたのがね、なんと一番ね、再生回数稼いだのがこんだけ一生懸命喋った、クライミングの動画ではなく、なんと芝生、ティフトン芝の動画だったっていう話なんですね。ちょっとそこは残念でしたけども、頑張ってね、クライミングの話を、していこうかなとは思っております。で、本日はですね、本日のお題がクライミングジム経営で、クライミング界のカーストの話ですね。ちょっと、ネガティブな要素も加わるんですけど、これ話したかな。もう500本近く動画作ってるんで、もう過去のこともあんまり覚えてないんですけど、なら検索しろよって話なんですが、ちょっとめんどくさかったんで、2回目3回目になったらごめんなさい。クライミング界ですね、全般、私他の動画で何遍も言ってるんですけど、ボルダリングジムを経営してて、4軒経営しててね、14、5年ね、ボルダリングジムを経営に携わっておりました。その中でね、複数のお店を管理したことがあるんです。私ですね。で、いろんな場所で、ジム経営してて、思うなっていうのはですね、クライミング業界の中でカーストっていうのが、カーストっていうかな、階級というかですね、そういったのはカチッと決まってね、そんなの日本国内一応平等なね、憲法のもと平等な社会のはずなんで、一応平等っていうのは建前なんですが、クライミング業界の中で発言権のある人とかね、発言権とかですね、そういう、ジムの中で発言権がある、ね、その特定のジムの中で、あとは、クライミング業界の中でね、これに関して言うと、基本ですね、この並びっていうのは、私がね、長年見てきた中で言うと、登れるグレード順というふうな並びで、ほぼほぼこれが基本になってるかなっていうので、間違いないんじゃない。これ私だけの、私が十何年か見てきてね、統計を取った十何年間で複数のボルダリングジム地方なんですけど、その、結論なんですね。幾分の例外はあって、例外事項としてやっぱりこう、例外は特に、少しはあると。例外はありますよと。だけど基本この、登れるグレードが高ければ高いほどね、やっぱ発言権あるし、グレードね、登れない人がわーって言ってもね、実はあんまり受け入れられないっていうところはあります。それがいいか悪いかってね、もう私ほぼほぼ外野の人間なんで、それいいか悪いかまたね別の次元かなとは思います。はい。だけど今からね、このボルダリングジム経営、したいなっていう方にはね、それ知っといてほしいなと思ってね、そういう動画にさせてもらってます。はい。なのでそこを踏まえながらされたらいいんじゃないですかっていう話で、いい悪いとかってあんまり
すごくは思わないかな。うん、まあまあそれはそれで業界回ってるからね。ただ例えば他のね、競技とか、他の例えば競技ね、他で言うと年齢とかね、そういう競技もあるんですよね。年齢上の方がやっぱり偉いとかね、あとは経験年数とかね、そういう競技もあるんですけど、なんか別にクライミングに関して経験年数とか年齢とか、まあまあ少しはね加味される部分もあるっちゃあるんですけど、だけどまあ基本グレード高い人がもてはやされるっていうか、まあまあ何言っても許されるみたいな雰囲気はあるんじゃないかなと私は思ってます。はい、これは私個人の意見だからね。まあちょっと違うって言われると、まあ例外はあり、一応予防線は張ってるんですけどね。例外はあるってね。なります。なのでこういうことはよくジムの中で起きてましたよね。経験年数がまあ例えば5年やってますっていう人がいて、5年やってますで最高グレードは初段登れます、ね、まあまあありがちな、パターンじゃないですか。そのまあ彼がいてね、で後からね、経験年数3年ですだけど、3段登れますみたいな若い子ね、この人はまあ、30歳とかね、で後からね、20歳ぐらいの子がね、ドーンとこうぶち抜くみたいなね、多分これよくある話ですよね。はい、才能あってね、むちゃむちゃ才能あって、なんて言ったらいいかな、若いとぶち抜いていきます。はい、この人がね5年かけてきたものもあっちゅう間にこう抜いちゃうわけですよ。はい、それでまあ最初はねこっちがこっちにこう教えてたのがいつの間にかね、平行よりももうこっちがこう教えてる側に変わってきてる、立ち位置かも全く逆になってるとかね、なんかそういうことも普通にあります。はい、まあ、それでこう結構人間関係にぎくしゃくして、これをね受け入れられる人はねあれなんですけど、こうもう後からもうほとんどね、関わり合わないというかね、なんか疎遠になってるとか、まあ、そういう例もあるのかなとは思います。はい、そこがねクライミングという競技の恐ろしいところで、一部ね教えてたのにいつの間にか教えられる立場になるとか、まあ、普通にあるんで、もうそれがね日常なんで、まあまあそういうことです。あとまあこうね上手い人は発言権があるので、まあまあジムの中で、結構何言ってもまあ許されるような雰囲気もありましたかね。まあまあそのジムの中でまあいろいろこう意見をするとか、なんかそういうのも、登れるグレード順になんかこう仲間内では、まあ結局ね、この人に意見しようと思ってもお前どれぐらい登れるのみたいな感じで、なっちゃうんですよね。まあまあそういうところは、少なからずあります。はい、でまあまあちょっとそうするとなんかな、初めて入る人にとってはねちょっと若干ねこうネガティブなイメージがあるかもしれないですけども、まあ発言権持ちたいんだったらもう上手くなるしかないみたいな、まあ、実力主義といえば実力主義ですよね。そう言われてみればそうかもしれないですね。はい、変築林なこう年功序列とかむしろなってないから、まあ、平等といえば平等かもしれないですね。まあなんかそんな感じです。ちょっとね他の競技から来ると異様な感じがするとも、なんかな、知ってる人はそう言っておりました。で例外としてはね、まあやっぱりこうすごい、ベテランでね、もう60から上ぐらいになってきて、ってなると
もうこの辺の 序列からは完全に除外されるような傾向があります。であとはあの外のね岩場の整備とかしてる人は、まあ、なんかベテランでもうレジェンド級の、なんかなそういう枠に入ってくるのでレジェンド枠みたいなそういうねちょっと感じのレジェンド枠みたいなところに入って、まあ敬われるというか、はい、もうこの辺のね序列はもうあんた関係ない、もう完全に別枠ですみたいなところに入る方もいらっしゃるいますね。はい、うん、であとまあいろんなねこうなんていうかな大会のその、運営とか、 なんかそういうのに携わってるとかね、そういう人もまあ基本も別枠の、ところに入ってくるし、あとは県のそのなんていうかな、強化の仕事をしてるとかね、まあ、関係者とか、まあ、その辺ももう全然別枠になるのかなっていう感じを受けました。はい、これは私の個人の意見なんであれなんですけどね、はい、まあまあクライミングジム業界ボルダリングジム業界ですね、入りたい方まあまあ大体分かってるらっしゃるとは思うんですけどね、まあそういうふうにある程度の序列があるので、まあまあただね私が知ってる中であったのは、このね、まあねこう 言っちゃうけどやっぱりね若くてこれが18歳とか十何歳とかでぶち抜いて上手くなって、やっちゃうとねそれ3年とかでね、こっちが例えば10年やっててまあまあ初段なんとかここが登れたけどみたいな人をさ、まあ、才能とその若さ勢いでぶち抜いていくと、往々にしてあるのがね、これ言っちゃっていいのかな分かんないけど天狗になるんですよ、うん、天狗になるの、うん、で、この辺のねベテラン枠の人が、その天狗になった子をねうまくコントロールできてるところはまあ結構うまく平和に収まります、はい、この辺のねベテランの人が、まあなんかうまくこう仕切ってね、もうこの人にもうこれがねすごいうまくなりすぎちゃうと誰も意見できなくなっちゃうんですよね。だけど、なんて言ったらいいかな世間的な常識というかですね、うん、なところが足りなかったりしてもただ天狗になってるとかってなっちゃうと、とてもこうね良くなかったりもするので、まああとねここの辺りでベテランの方とその天狗になってる人は対立しちゃったりとかねはい。なんかこっちがガツンと言った時にまたこっちもガツンと言い返しちゃってこう喧嘩になっちゃったりとかっていうのも、あったりもします、はい。なのでまあまあうまくねこう平和にこうなんかねいけばいいなと思いますね、はい。まあ、ただまあ実力順だったらね実力順で、うん、まあ確かにフェアといえばフェアなんで、はい。まあまあそれはそれでいいのかもしれないです。はい、まあまあそういった、ことの内容でございました。はい、参考にしてください。ありがとうございました。